はい、皆さんこんにちは。ジャマタカシ慶応チャンネルの時間です。レジェンドチャリティーイベント、いやー面白かったですね。なかなかやっぱりね、メインが井上尚弥と比嘉大吾、いやーこれはねすごい試合でしたし、あとアマチュアのオリンピック選手、代表を確定している選手がプロの選手とスパーリングするっていうのもすごい面白い試みだったなと思います。なかなかねそんなの見れないんで、今回そういうのが見えたってことはね、僕ボクシング界にとってすごいプラスなことだなと思いました。昔はねやっぱアマとプロの交流ってなかなかなかったんですけど、ね、今回からこのような形でできたんで、まあ、今後ねこういったことを定期的にやっていけば多分プロもアマもお互い伸びていくんじゃないかなと思うんで、ぜひね続けていってほしいなと思います。はい、そしてね昨日のこれすごかったですよ。もうまあなんといってもねやっぱり一番はこのね井上尚弥対比嘉大吾のスパーリングすごかったですね。ちょっと戦慄が走るというか、やっぱりね、まあ井上尚弥の強さとうまさが全て際立ったなという。いや比嘉大吾もちろん強いですよ。あれね、決して比嘉大吾がその弱いとかじゃなくて、井上尚弥がね、強すぎるんですよ、うますぎるし。そこがね、もうね、見てて本当に、僕も見ててやっぱ惚れ惚れしましたもんね。1ラウンド始まって、いきなり打った時、パンチ見てたらもう、早っついね、くしばしてましたよ。早っって笑いましたからね。そんくらいやっぱすごかった。そうですね、いや、比嘉大吾パンチはすごいですよ、やっぱりね。めちゃくちゃパンチ力ありますけども、なぜね井上尚弥があのノーガードで接近戦の時に比嘉のパンチをこうあえて受けたかっていうのは、やっぱねボクシングってその位置取りですね、体の、すごいね尚弥はこう接近戦の中でも相手に強いパンチを出せないような足の位置取りをしてるから、あのこう尚弥が一回ノーガードで比嘉のアッパーとかをあえてもらった時とも、あの距離なら強いパンチが打てないと、この場所なら強いパンチ打てないと分かってるからこそできるんですよね。あれもねすごい技ですよ。もう本当に天性の感覚というか、あこの距離だったら今これもらっても大丈夫っていうのを本人はすごいもう分かってるんで、あえてだからそういうところでノーガードやってるね。本当あれはやっぱり見てる人、多分ね知らない人は今ノーガードなんだから思いっきり打てばいいじゃんと思うかもしれないですけど、打てないんですよ。そういう場所にいない。そういう場所にいない、あの強く打たせる場所にいない。なおかつ打ったら尚弥の反撃を食らうっていうね、はい、途中サウスポーにも構えていろいろ試してましたね。なんかもう尚弥は本当に伸び伸びと遊びながら、遊びって言ったらまあ真剣でしたけども、やっぱこう自分のボクシングが好きなように、まあ、スパーリングですからね、グローブも14オンスだし8オンスと違ってやっぱダメージでそこまで、ね、来ないんで、多分いろいろやりたかったんじゃないですか。試しながら試しながら自分の好きなような動きをしてみたいな、で盛り上げるとこだから盛り上げてるし、やっぱりすごいですよね。あの口で何かを言うわけでもなく、行動で何かをするわけでもなく、ボクシングだけで引き継げてしまうっていうね、ああいったところはやっぱすごいなと思いましたね。バンタム級で WBSS を制して、はい、まあ、ラスベガスにも立った井上選手と、まあ、バンタム級にまだ上げて間もない比嘉選手っていう、そこの辺はどう見ますかね。まあ、もちろん比嘉大吾もあの階級じゃものすごいパワーのある選手、パンチ力ある選手だし、尚弥もあの階級じゃもうズバ抜けてパワーパンチ力ある選手ですけど、やっぱねパンチ力あるからどうのこうのっていうよりも結局テクニックなんですよね、相手パンチを殺すのも、だからねそのやっぱ自分のいい位置で打てなければ絶対パンチって強いの打てないんですよ。だからその結局技術のところで、まあ比嘉大吾はちょっと尚弥に封印されてしまったかなっていう感覚は起きましたね。多分一発一発のパンチ力で例えばサンドバッグと打ったりとかすれば多分ね、ひょっとしたら比嘉の方がパンチあるかもしれないし、まあ、尚弥の、ね、パンチもものすごいですけど、まあ、実際一発は分かんないですけども、ただそこを強く打たせないってところがやっぱり、まあ、尚弥のうまさですね。
位置取りはすごかった、本当に。大悟、思い切って打てなかったじゃないですか、コンパクトに打つじゃないですか、うん、前ね、前回の試合とかすごいもうバンバン打つじゃないですか。なぜあれができないかというと、直哉のリターンがあるからですよ。ブロックしてボディとか合わせてボディとか来るから触れないんですよ、強いパンチを。そうすると自然と強く打てなくなるんですよ、パンチを。これ今強いの打ったら、ひょっとしたらその瞬間に入れられるかもしれないとか、もらうっていうのが出るとやっぱね、パンチャーも強いパンチが打てなくなるんですよ。だそこがね、やっぱりまあボクシングのまあ細かいテクニックのところなんですよね。僕はもう完全に井上尚弥の凄さっていうものしか見えなかったですね、うん、穴もない、とにかくすごいなと。あの瞬間3ラウンドだけで会場にいたお客さん、テレビ見てた、ネットで見てた人たちもみんな引き込みましたね。バンタム級だともう井上選手ちょっと突き抜けちゃって、まあそうですね、相手がいないですね。以前内山さんが言ってたのが、強いて言うならリゴンド、はい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 、見たいですね。でもそれは未だに見たいです。リゴンド対井上尚弥見たいですね。自分のボクシングを徹底するんですよ、ブーイングアビューは何だろうが、もう必ずもう自らあまり攻めない、待ち、中間距離で、もうリスクを攻撃しない。これはね、分かんないですよ。井上尚弥でも意外とやっぱやりづらいんじゃないかなと思うんですよね、ああいうタイプが一番、うん、唯一負けたのがロマチェンコだけですもんね。そうですね、だからロマチェンコはね、すごい接近戦、接近戦中に入って、中に入って、リゴンドはちょっともうだいぶ何もできなかったですけど、まあでもドネアをね、完封させましたから、そう考えたらやっぱりリゴンドっては強いですよ。ただ年齢がね、もう 40ぐらいですもんね。そうですね、うん、でリゴンド俺アマチュアの時に世界大会とかでね、まだ同じアマチュア時代とかで見てましたけど、めちゃくちゃ強かったですからね、アマチュアの人とかも、うん、ただ手数がやっぱ少ないんで、どうしても一発当ててこう、なんすか、ラッシュをあまりしないんで、本当にもうこれいけるぞって時しかしないタイプなんで、ね、なかなかそんなに意外と KO 率もそこまで高くないってありますけど、まあ大悟もまだまだこれから強くなりますから、間違いなく。で今回井上とこの試合をスパーリングやったことによって、また新しい技術、尚弥のその技術とかを盗めば、またね、もっともっと強くなると思うんですよ。なので、まあ、パワーはね、もう申し分なくあるんで、それプラス、やっぱ細かいテクニックってものを、また身につけていったら、まあね、世界チャンピオンまた返り咲くと思うし、もっともっと前の比嘉大悟よりも、もっと強い比嘉大悟を見せれると思うんで。ぜひ頑張っていってほしいですね、まあ、まだ若いですからね、言っても僕なんか30世界チャンピオン取りましたから、そんぐらいだったらまだ20代って本当若いし、まだまだ伸びると思います。ぜひね、まあ、今後のね、比嘉大悟も期待したいと思います。実は裏話というか、内山さん対井上尚弥選手っていうのが一度浮上したんですよね。はい、あのね、まあ、井上尚弥の相手がなかなか決まらないと主催者から言われまして、1前ぐらい10日ぐらい前ですかね。そう、キンキンでしたよ。1週間前とかですかね。あ、1週間前です、前ぐらいです、ね、まさに。そう、1週間前ぐらいに主催者から電話来まして、井上尚弥の相手がひょっとしたらまだ決まんないかもしれないですよ、そうなった場合内山さんやってもらえませんかと話が来て、まあ俺も腹くくりましたよ。分かりました、はい、もう相手いなかったらじゃあ僕やりますと、ノーヘッドギアでやりますよと話を知って、次の日に比嘉大悟決まったんで、僕の中でもやるもんだと思ってたんで、結構気合入れてたんですけど、やんなくてよかったのかなと思う反面、やりたかったなと思う自分もいるし、やんなくてよかったかなと思う。まあね、これね、本当にだから逆に言ったらね、もしやったらどうだったのっていう、ちょっとこう面白さもありましたね。まあ、僕自身はね、別にやられても、ね、引退してる選手ですから、もうやられても全然気にしないし、逆に井上尚弥すげえなと自分でも思うかもしれないし、うん、ただまあそうなったらちょっとね、どうなったんだろうっていうね、面白さありますね。まあ、僕の方が身長とリーチありますから、もうもちろん、ね、スピードは向こうの方が圧倒的に速いんで、接近戦のスピードとかも、か僕は中に入れさせたくないですね。
もう中間距離を保とうと思ってやると思いますね、はい、ジャブで距離取りつつ、ジャブで距離取って、まあだから早いからなピュッて一瞬で入ってきちゃうんでしょうね、ステップインが早いですもんね、はい、ちゃちゃって入ってきちゃうからね俺もちゃちゃって逃げないといけないからそこはねちょっと本当わかんないですけど、うん、まあ結果やんなくてよかったのかな、やってたらだってもうこんな酒なんか飲めてないかもしれないですから怪我しちゃった。まあ第2弾があればもしかしたら、またそうですね、まあでも今回ねトレーニングして3週間で結構意外とね、スタミナもちょっとずつ持ってきて、うん、まあちょっと3ラウンド疲れちゃいましたけどね、ちょっと足がパンパンになっちゃって、ちょっと足もつれちゃったんですけど、いや意外とでも3週間で割といい感じ持ってきたなって部分はあったんで、やっぱボクシング楽しいなと思いました。これからまたちょっとトレーニング続けていこうかなという気持ちになりましたね、うん、まあでも毎日飲んじゃうから無理だろうな最近ですねサブチャンネルも始めましたので、ぜひ皆さん見てください。内山隆のほろ酔いチャンネルって、出てきますので、まあ、本当にただ基本ほとんど飲んでるだけの動画なんですけども、いろんな方と飲んで楽しくやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。